西沢富夫は、日本の政治運動家。元日本共産党中央委員会幹部会、副委員長。同等の国際問題専門家として活動し、自主独立路線確立に寄与した。宮城県仙台市出身。ハルピン学院を卒業する。1943年南、満州鉄道東京支社調査部在勤時、神奈川県警察部特攻家に。 治安維持法違反容疑で検挙されるこれは、川田久志を起点に始まった、検挙の中で、川田の関係者である、高橋義夫が、満鉄調査部と研究会を結成していたことから、満鉄調査部に捜査が及んだ結果だった。この時、西沢の家宅捜索で警察が発見した一枚の集合写真が、 共産党再建準備会であると決めつけられ、映っていた人物を起点に多くの逮捕者を出す。実際にはこの写真は、西沢らが細川家禄に招かれて1942年7月に富山県泊町で懇親会に参加した時に撮影された記念写真に過ぎなかった。敗戦後の1945年9月15日に横浜地方裁判所で、 懲役2年、執行猶予3年の有罪判決が、実質丸1日だけというスピード裁判で下された。保釈後、12月に、日本共産党に入党。マルクス・レーニン主義研究所書記などを務める。1949年には、赤旗国際部長となった。一方で、一橋大学講師を務めていたが、1950年に、 公職追放を受ける。1966年に中央委員会幹部会員となり、1976年7月に中央委員会幹部会副委員長に就任した。1977年10月の第14回党大会で国際外交委員会の責任者となる。西沢は、 ソ連共産党や中国共産党とは距離を置いた自主独立の党外交を推進したとされる。ありがとうございます。